たまらん。はい、五十嵐マリアです。たまちゃんです。よろしくお願いします。なんか久しぶりですよね。お久しぶりです。久しぶりですよね。いや、1ヶ月に1回は会ってるんだよ。1ヶ月に1回会ってるんですけど、なんか今日久しぶりな感じがして。あ、本当？どうですか、最近変わりなく。まあ、そうだね、仕事ばっかだね。でも仕事が楽しいからいいんだけど。スロットの調子はどうでしょうか。だだ下がり。え、一緒。令和だだ下がり。令和やばい。令和やばいよね。まずいんで、今日の番組でね、ちょっとたまらないものが見せられるといいんですけれども、ちょっとプライベートでもたまらんことないよ、だって。わかります。あ、わかる。たまらんって感じたことないんで。ということでですね、この番組は私五十嵐マリアとたまちゃんとで、はい、スロッターにとってはたまらない瞬間をチェキで撮影しまして、番組特製のオリジナルクオカードとともに視聴者様にプレゼントさせていただく番組でございます。はい、毎回5枚を目標にしております。で、5つのミッション達成ごとに1枚チェキが取れるってことなんですけども、ということで、あ、じゃあもう一発目いっちゃってください。これ何ですか。一撃。一撃、一撃なんだったっけ。一撃ね、多分3000枚か1000枚かとかだと。あ、赤い。むしろ500枚これいけるやつだ。すげー、すごい。これ早い者勝ちだからね。これ早い者勝ち。特化ゾーンいきます。これ大事だな。いや、特化ゾーンはね、でもね、一番大事なのはやっぱ確率よ。あの確率と、うん、出会い、あとあれじゃないですか、いろんな制約ゲーム数みたいな。やっべ、あ、やばい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 、黒いもんだったやつ。最上位特化ゾーン。でも逆を言えばさ、特化ゾーンの種類がないやつとかだったらもう、もう頭いいな。頭いいんだ、たまちゃんはもう。さすが、そうかそうか、なんでもね、はい、最上位になっちゃうみたいな。そうそうそう。じゃあお次行きましょうか。サマイス。それ超大事。え、超大事。いいですか。いける、今日たまちゃんならいける。いや、ここで運使いたくないんだけどね。わかります。あ、見えないやつ。どこ、まだわからん、まだわかんない。サマイスですね。サマイス。あ、すごい、プラス200円。2人で来てる。え、超やばい。あ、来た、上乗せ、上乗せ。いや、大丈夫ですか、今日は。やばい、いいよ、いいよ。赤怖い、赤文字や、赤文字が大事だ。いや、まだ分かんない。やばいやばいやばい。あ、あ、あ、50ゲーム、これも早い持ち。50ゲームでいいんですか。でもこれ上乗せだから、初期ゲーム数が50のは除いてですよね。当たり前だ。じゃあもう最上位特化ゾーンに絶対これもついてくるやつじゃないですか。うん、あ、そう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 、ね、まあ最上位とはみたいなことはあるけどね。とはなんだろう、これ、な、何でしたっけ。これは一番最悪、一番これ絶対だ、これは2人で決めよう。じゃあ2人、どっちがいい。私はね、さっきからね、左側を取ってるの。じゃあこっち行きますか、うん。なんか今透けた気がする。だって、まあ、いいよ。あ、分からん、まだ。あ、え、8192。ちょっと待って。あ、お、お、お、あ、4096分の1だよ。来ました。4096分の1。これ優しい。これ、待って、今日。これ。これ絶対行くやつじゃん。行くやつだ。はい。そうですね。なんもないですね。あ、韓国行きたい。あ、韓国行きたい。最近行ったんですよ、初めて。で、韓国行って。え、本当ですか。ありがとうございます、韓国。韓国ありがとうございます。一泊でもいい。一泊ワンチャン日帰り。ワンチャン日帰り。でも変わんないもんね、泊まってもね。そっか、変わんない。うん、じゃあ、日帰りでいい。3万とか。カニ！あ、カニ！カニがいい。カニに釣る。カニがいい。ヘルシーだし。ヘルシーね、確かに。はい。じゃあ、飯と酒。お、いいですね。よっしゃ、今日だっていけそうじゃないですか。これはいけますよ。ということで、はい、あのフルコンプを目指して
頑張りたいと思いますので、はい、みんな見てください、はい、お願いします。お願いします。おはようございます。あった悩む。行くだけ行ってみようかな。ちょっとまあどっちか迷ったけど、やっぱ G1 一旦行く2じゃない方にします。それでは本日はですね、なんとミッションコンプリートができそうな予感がします。魔法少女マダカマギカで受選開始。一応ですね、特化ゾーンだけがちょっとハードルが高いかなっていう、最上位のワルス特化ゾーンに入れろなので、まあ、マドカマギカで行ったらアルティメット。最上位特化ゾーンがマコマコタイムで多分いいと思うんですよ。だからそれも入る可能性が全然ある。何、メモリアルゾーンが最強特化ゾーンなの？嘘。マコマコタイム中のチャンス、うまい。マコマコタイムじゃない。嘘。いやでもそっか、メモリアルゾーンはマイゲームワードですもんね。うわー、調べないでよ。いいじゃん、マコマコタイムで。マコマコタイム中に引くチャンス目で突入するメモリアルゾーンが最強特化ゾーンみたいなんで、なかなか厳しいやないか。なかなか厳しい。そんなおごりたくないですかって。そんな探さんでもいいのに。さあ出走です。でボタンが出ない。あ、シンボリクリセウスが出たので、じゃあ天井短縮がありますので777ゲームに短縮しました。はい、出走です。160ゲーム。あ、なんでチャンスパターン。当たりましたけど、169ゲームの投資が3本。なんで歌？さあ40ゲームスタート。前日も130ゲームぐらいしか余ってないんで、普通に当たったら、まあ、薄いとこ引いて当たったのかな。さあ始まります。はい、お星が
黄色からスタートか。いけると思います。むしろいけてくれないと困る。大丈夫かな。大丈夫ですか。もう一発ぐらい。じゃあ緑までチャンスアップはありましたけども、よし、よかった、よかった。2セット目。おおおお、まどかさん来たぞ。まどかさんの扉絵は超万世か、超早熟、もしくは普通以上のシナリオ、普通三冠名馬伝説かな。で、超万世の可能性はまず、ないんで、ラストです。さあ、レースに行ってしまいました。いけんのか。おっ、おっと、うわ、いけるやん。え、そう、もう、そう、そや、あかんやん。あ、あ、そう、そう、そう、これはデフォルト画面で緑背景なんで、あ、でもまだまだ超早熟の可能性もなくはない。3セット目までは 50% ラストです。あ、もうね、全然リアルが引けないのがちょっときついな。あまあ、わかんないけどね、全然。とりあえずもう一丁行かない。うそやろー。わっ、下の中。あ、ダメくさい。ちょっと思ったけどさ、信じてるよ。あー、終わった。多分ね、 50% を外したんだな、これはね。ゲーム数がずれてるんですよね。復活なんですけど、147ゲーム。ボーナス？レア役引いてないですよね。でも前日のでもちょっと
前日236ゲームやめの380、まあ当たりました、6000円ですね。まあリセットでもかかってると思うんで、汚れも貯めることができず、プチボーナスです。やったー、あとは窓か。まどかにドキドキはしたんですけど、マギキャラシュと一応第一関門突破、獲得は40枚。訳がわからない、訳がわからない、もったいないな。ちょっと初っ端から 1,2 個はねクリアできそうなはずだったのに。50ゲーム駆け抜けの178枚。ちょっとこの200の前半を抜けたら私は運動しよっかな、まあ、空いてればですけどね。ただここでスルーしたらの話なんで、はい、当たってしまうんですが、今日ここまでいったし235じゃないですね、もうちょっと回しますね。40ゲームか。240ゲーム、ボーナス当選、追加投資があったので、総投資が9本、まあ、9000円、許される範囲内、じゃない、1万円です。なるがなかった。55枚、以上返信後出ました。でもこれね、次プチボーナスだったら逆に追って追ってパターンになっちゃいそう。近く狙いますね。あーよかった。305ゲーム、18本、18,000円で返信成功です。
ただ弱者のお家とかを見る限りだと、まあそんな粘るでもないのかな的な。はあ、立場さん連続。そして全部窓かスタート。71枚、変身前出ました。天国でちょっとまあここ持ってきたかったんですけど、わけがわからないあかんか。あ、来た。送りキャップなんだよね。一応優遇されてる。連投チャンスに入りました。ここでボタン上げてくれたら。あー、あと。怪しい、怪しい、怪しい。怪しいなー。いつの間にレインボーになったんですかっていう。いつの間になったんですか。なんとか持ちながらでいった。今日はでかいぞ。ありがとうございます。フォルト画面背景は青です。よしよし、わかった？てかそれ何？ジャンバリ新着アプリ